大阪何度、うん、いただき女子のリリさんじゃなくて、マジ40度近いって昨日よりも暑いってこと？やば。やば。マジ？ちょっとタクシー移動しようかな。タクシー移動しよう。なんとですね、リリーさんにデートを誘われたんでデートしてきます。ただすいません、配信外で。あのリリーさんダウンタイムっしょ、うん、ダウンタイムじゃん多分ね、うん、配信外で行ってくるから悪いですね。飲み物買う、うん、サングラスかけてた、うん、あのね、まあ何してたかは後で言うから、ちょっと飲み物買いに行こう、喉乾いた。に来てるって感じ。リリーさんと配信会で、あの目の中にコンタクト入れたらしいよ。ねえ熊野さんね。ちょっとタクシー移動する。まあ今日のテーマは大阪を堪能する。麦ちゃんにしとくか。いや私さ明日帰るじゃん。もうみんなあっという間なんだけど、私明日帰るんだ。でちょっとバタバタすぎるからさ、あっという間だったな。とつまち昨日で終わりだよ。また大阪でやりましょう。いやあのさ、せいじさんさイベント中じゃん。私も
イベント中じゃん。生産合宿はあれじゃない、ちょっとタイミング悪いんじゃないかな。だからね、言えなかったし、でも確かにせいさんいつもイベント出てんの。なんとですね、みんな500ナイスで大秘宝があります。ナイス500で秘宝です。500ナイスで発表します。大秘宝があります。大秘宝ですね。ミュージックスタート。あー、5個5倍25個。ちゃっちゃん、おはよう。25個ナイス。秘宝です。5個ナイス。ちゃっちゃん5個。5個ちょっちゃん、5個ちょっちゃん、5個ありがとうございます。5個、ちょっちゃん5個ナイス。5個、ちょっちゃん5個ナイス。倍出てくれ。5個ナイス。ちょっちゃんありがとう。ちょっちゃん5個。昨日は楽しかったですね。ここナイス。あー、10倍50個きた。グレイト、グレイト、きた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 、ありがとうございます。機長さんがやってる前のモノマネは可愛すぎて似てない。違う、なんか機長ナイスー、そんな可愛くぶってないもんね。可愛いって思われてるってこと？秘宝レベルマックスですね。うん、マックスですね。あ、これね、あの人参のやつ、あの買った時に試供品、いつもお泊まりは試供品を使うまで。自分のことぶりっ子って思ってないんだけど、ちょっと充電器、昨日はっていうか、あれじゃない、私体力ないからさ、疲れてガラガラなんかな。みんな500ナイスで大秘宝だよ。あと和蔵さんが引退らしい。これもナイスで言えばよかった。和蔵さん引退です。あの人が引退、配信自体を、だって配信自体を引退するらしい。
からもうあきらくんと会えないってこと、うん、おはようあちゃん、うん、まゆが来るって言っても断るらしい、うん、ケーキくれたのにねこの前、うん、うん、あ匿名さんうん、何回目の引退詐欺、あそうなの、知らないんだけど何回も引退をしてる人なの、うん、何回も、あ玄武参考 M ちゃんありがとう、 M ちゃんサムネかわいいね、ニューポーさんと一緒？あ、そうなんだ。うん。あ、数えきれないぐらいの引退をしてるんだ。じゃあ、そんなに心配しなくてもいいってこと？まあ、1ヶ月くらいの休止ぐらい。うん。まいちゃん、昨日は楽しい話じゃないと。クイちゃん連絡、あれ、ないんだよ。クルちゃん連絡ありません、何なの、病んでんの、クルちゃん連絡ないよ、うん、昨日誰が優勝した、ギリギリ桃奈々さんですね、ギリギリ桃奈々さん、わなんだこれ折れた、ギリギリ桃奈々さんですね、どうでした私のあの料理は、なんかこう主婦って感じでしょ、でも早くてやっぱね、速さ大事だから、速さ、これからね子供の弁当を緊急で作らないといけないとか、ママ友達急に来るから、なんかあれ、え入んない、な貼っついたとかね、やっぱ早く作れないと、そう考えたら、まあ、優勝してたんですけど、まあ、桃奈々さんの料理が美味しかったんでギリ負けちゃったんかな、もういい企画だったね、うん、すごくいい企画だった気がするんだけど、うんうん、ね、たださ、アンチがクソキモくなかった、あのちょっとしたエンタメでね、なんか私があのあれちょっとどこに何があるのか分かんなくなってきたとか言ってとか、キャリーちゃんに話しかけたりとかね、あんなのエンタメじゃん、本当にこいつ性格悪くて許せないとか言ってコメント何なのあいつらマジで、でなんか香川さんにも言われたんだけど、まゆはちょっとアンチを放置しすぎてなんかリスナーさんがかわいそうみたいな、なんでやっぱ徹底的に取り締まらないとね、変革もそうだし、うん、DM も来た、なんかもう本当にブロックちゃんとやってほしいみたいな、長いリスナーさんから分かったよって、キモいよね、うん、狂ってるよね、
ットの貼り方がアンパンマンみたいで可愛いです。あ、そうだから、あのサムネアンパンマンみたいに空飛んでるのイメージしたんだよ。ありがとう、金目が。そうそう、マユリスっていうか、なんかアンジのこと言い返したらマユリスキモってなる流れでしょ。だからお前がキモいから、だからアンジはゴミだからリスナーも叩くんだよ、そうやって、ね、お前ちょっとちゃんと取り締まるわ、特にタワク。みんな500ナイスで発表があります。アムチンバ京都でしょ、遠いって。しかも配信できないんでしょ、配信外でアムチンとどうするの。配信外でアムチンと過ごすの。アムチンも困るんじゃない。配信外で一番関わりたくないでしょ。配信ついてないと関わりたくないよね、私と。間違いなく、むくんでるよ、毎日お酒飲んでね。しかも寝起きだしね。4時に出るわ、ここ。4時にここ出る。じゃあメイクします。まあでも私の企画って言ってもほとんどね、誠司さんに任しちゃってね。鼻かもちょっと。ヒリさんと何したかは配信終わったら言うわ。なんかほら、何をしたって言ったらさ、詮索とかさ、ストーカーする恐れがあるじゃん、誰かが後ろから追ってきたりとか。だから秘密にしようって言われて、今日はこれだけ配信。え、夜つけるよ。だからリリーさんと遊び終わったら配信つけるのかな。見せてる、そう、せいさん優しいよ、せいさん優しい。なんで彼女できないの、なんで彼女、なんでなんだろう。優しくてお金持ちで面白くてさ、いらないのかな彼女。買い物してからそこでファッションショーする、どっか行くの、買い物しかそこでファッションショーする。これリリーさん、あ、リリーさんだ。買い物しかそこでファッションショーする。え、なんか私そうだね、なんか顔買ってきよ、着ようかな今日。ファッションショー、お披露目会、あ、ね、配信してもいい、私フワッチの密着でその、え、そうなの、配信していいの、いいんですか。え、このまま配信つけていいの、あ、リリーさんありがとうございます。リリーさんと買い物、わあさすがリリーさん、すいません、あのリリーさん、まゆさん社員ポーチいりますか。
まゆサンシャインポーチ。あ、本当？あ、よかった。あ、これラス1残っててよかった。